はい、こんにちは。はい、お疲れ様です。アクトベース船長の高橋です。はい、ありがとうございます。いつも。なんすか、今日は。今日なんですけど、はい、なんか YouTube とかで、はい、なんか聞いたことありません、質問何連発みたいな。それはね、いや、ありますけど。それ、俺にやろうとしてる。っていうのも、まあ理由があって、芸能人やるやつです。そうそうそう、はい、そうなんですけど、アクトベースができたじゃないですか。はいはい。どうですか、お客さんの言いは。うん、まあこういうね、小牧市っていうところなんで、そのすごい多くいっぱいバーって来ていただいてるってわけじゃないですけど、割とこうメンテナンスを申し込みいただいたり、なるほどなるほど、いろいろ調整気に入っていただいたりはしてます。なるほど、はい。もっと有名にしたい。なるほどなるほどね。もっとアクトベースを盛り上げたい。なるほど。ということで、ちょっとまあこういう人が店長やってますよっていうのをね、紹介して、店の紹介は前回したじゃないですか。そうですね。なので、今日はちょっとスタッフの紹介ということで、なるほど、ちょっと店長の紹介をさせていただこうというのを兼ねて、質問50連発。なんで、なんでなので、もうね、考えてきたんで、今日質問を考えてきたんで、はいはい、ちょっと内容はまだ、はい、にしてあるんですけど、はい、早速いっちゃいたいと思います。答えれるかな。もうポッポポッと答えてください。はい、わかりました。はい、じゃあ早速なんですけども、はい、まあ定番どころの質問からちょっと、うん、こんなこと聞くみたいなこともあるんですけど、はいはいはい、じゃあまず一つ目いきます。はいはい、好きなギター。好きなギターメーカー、ギブソン、レスポール。ギター何本持ってる？7、8本くらい、わかんないです。使ってる弦のメーカーは？エサイティ。弦のゲージは？弦のゲージは1254。一番かっこいいと思うギターの形は？一番かっこいいと思う形、フライング V。 使ってるシールドは？使ってるシールドは、カスタムモデル。今一番欲しいギターは？今一番欲しいのはティーズギターです。これ欲しいです。初心者におすすめのギターのシェイプは？シェイプ、自分がかっこいいと思ったシェイプ。ギターの改造は好き？改造好きです。初めて買ったギターは？グローバージャクソン。ギターと一緒に寝たことある？ないです。結構あるあるって言ってね。ないです。聞いたことないギターのシェイプはある？でも厳密に言うといっぱいあると思いますよ。なるほどなるほど。最近いつライブした？1週間前ぐらいです。ギター以外にやったことのある楽器は？ベース、元ベーシストです。ドラムとか。鍵盤はちょっとしかいけないです。ギター以外にやってみたい楽器は？バイオリン、はい、初心者におすすめのギターメーカーは？メーカー、自分が欲しいと思ったものを買いましょう。今注目のギターメーカーは？今注目のギターメーカー、エイテリオン。次、今注目のベースメーカー。注目ってでも僕が注目してるだけ。そうそうそうです、そうです。アイズベースギター。お、じゃあ注目のエフェクターは？エフェクター、ビッグマフ。ギターを始めたきっかけは？中学生の時に、友達がギターやってて、文化祭で、なんであいつらがあんなにキャーキャー言われたんだと思ってました。ギターはハードケースで持ち運ぶ派、ソフトケースで持ち運ぶ派？あ、もう全然断然ソフトです。これだけはやめとけっていうギターメーカーですか？ないです。あ、ないないです。おー、アクトベースの推しポイント3つ。クリーニング、すごい綺麗に頑張ってやってます。あと、店がかっこいい。でも、すごい自分が思ってるだけです。メンテナンスを出していただいた際は、ユーザーが求めているセッティング、そのこちらが押し付けるセッティングじゃなくて、できればもうヒアリングして、2人でこう担当とお客様見で2人でミーティングしながら、こう理想に近づけるセッティングを行ってます。いいですね。じゃあそんな真面目な質問とは打って変わって、はい、何弦が好きですか？何弦が好きですか？何弦ギターの？いや、何弦、弦のギター、6弦中何弦が好きですか？6弦。はい、じゃあ自分でギターを作るならどういう仕様にしますか？P90 3つのストロート。家で静かにアコギが練習したい。サウンドホール塞ぐ。エメブリとはライバルですか？友達です。はい。好きなギタリスト、影響を受けたギタリスト。けど日本だとやっぱり僕らの世代は、X のヒデさんとか、ルナシーさん、杉蔵さんとかですね。はい、おすすめの便利グッズ教えて。便利グッズ、ストリングスファインダー。これです。はい、今まで楽器にいくらぐらい使った？わかんないです。500万はいっ
してるかもしれない。分かんない。言ってない、分かんないです。なるほど。じゃあ、1日どれぐらい練習してました？しません。1日は、分かんないですね。弾くときはすごい弾いてました。弾かなきゃなんていかないし。最初にコピーした曲覚えてますか？分かんない、覚えてないです。でも、配送だと思います。おお。じゃあ、店頭に揃えたいギターブランドは？ギブソン、フェンダー、国産系ならティーズもそうですし、メアリーズギターとか最近好きになってますし、何でも揃えたいですけど。なるほど、はい、この国産と USA の違いを一言で。あとは国産は作りの丁寧さ、アメリカ、USA は音楽っていう土壌がすごい深い土地で作られてるギターなんで、そういったスピリットを持った人が全然一言じゃない。でもないもん。ヴィンテージギターは今買っておくべき？そこに対して投資目的だとか所有目的だとかっていうところのとの欲と価格が見合うなら買ってもいいと思います。はい。好きなギターの色は？白。白。今までで一番珍しかったギター？うちのスタッフが作ったギターです。はい。おすすめのピックは？おすすめのピック、好みで使ってください。ペアをやり始めたきっかけを教えてください。これは僕は特にその楽器の専門のクラフトの専門学校とか出てなくて、要は楽器店で勤めながら、そういったリペアのスタッフとかにもこう見て覚えたり教えてもらったりしてどんどんブラッシュアップしていくんです。初めてバンドを組んだのはいくつの時？卒業してからぐらいですね。自宅練習におすすめのアンプは？ヒゲちゃん、ヤマハ。今使ってるギターは？日本カスタムショップのノンリバースファイアバース。超多弦ベースでも調整してもらえますか？やりますけど、すみません、ちょっとアップチャージいただきます。はい、はい。見てるギター系 YouTuber いますか？西尾さん。はいはい。ギターの正しい保管方法は？チューニングは緩めるの？これは好みとか諸説ありますし、ぶっちゃけどっちでもいいです。僕は緩め、自分のは緩めないですけど、店のはちゃんと緩めます、うん。おすすめのピックアップを教えて。ピックアップ EMG。 はい。うちのスタッフからです。はい。ギブソンの1200が欲しいです。高いです。何とかなりませんか？なりません。はい。はい。じゃあ、好きなギターメーカーは？ギブソン。じゃあギブソンの音わかる？知らん。やってみよう。ギブソンの音分かるそうなんで、ちょっと2本さっと弾いてみようと思います。分かるぞ。じゃあこっちから、はい、全く分からん。生で弾いてもらっていい？はい、はい。1本目がギブソンです。1本目がギブソンだそうです。あ、じゃあクールジーンの方がギブソンよりいいギター。最後に一言。最後に一言。ギブソンの音もわからんような店長がやってますけど、自分で弾いたらわかるんで、ぜひこうね、サウンドメイク悩んでる方とか、あとまあ調整悩んでる方とか来てもらえたらなと思ってます。はい、はいはい、というわけで、はいはい、店長に、50個、約50個ぐらい質問しましたけど、はい、皆さんいかがでしたでしょうか？ちょっとね、意外だった点もいっぱいあるんですけど、やっぱり印象的なのはこれですよね。当たるやろ、ギブソンじゃん。そうっすね。ギブソンとね、これちょっと多分ちょっと映ってないあげますね。クールですね。クールジーのと、ブルーのエスポールと、うちで一番高いですか、これ？一番高いです。一番高いゴールドトップのトラメの入ってる、珍しい。ゴールドトップのトラメの入ってるって何っぽいのこいつって話だよ。詳しくは前回の動画を見ることでね。これ意外でした。いや、めっちゃ言い訳すると、めっちゃ言い訳ですよ。エスポールって国産系のギターってすごい、なるというか、生のでっかいですよ。ギブソンって、そんななんか、なんだろう、そういう答えが多くて、なんか生で弾いてもらった時にこいつの方がそういう音に聞こえたんですけど、今自分でチャラってたら全然こいつの方が良かったな。分かんないですね。なるほど。
ギターはね、目で見て音が鳴るということで、そう、どこから音が鳴ってますかっていう部分も一部あるということでね、はい、そんな感じでしたけど、ちょっとたまにはね、こういう感じかな、まあ、そうですね、またちょっと面白いネタが思いついたら、ぶつけてやってみようと思います。はい、また次回よろしくお願いします。はい、お願いします。